お兄さんが粉に塗ってるから助けるよ。横にいるんだよ、お兄さんは。いや、僕はデニーズだよ。じゃあちょっとこれ使おう。お兄さん、はい、分かったよ、お兄さん。 これで混ぜる。先にね、後で。 急がないと固まっちゃう。 じゃあ僕は赤にしよう。 え? 混ぜるんだよ。 例えば赤足す黄色はオレンジ、黄
黄色と青は緑、赤と黄色と青は茶色。水を作っちゃう？今色作るから顔とけて、味見はダメ。じゃあ青、これをもう一杯ずつ入れて、最後に青足す、足す赤は紫いいんだけど、茶色がいいんだけど、いや紫でもいいかな。これでいいか。これはできるから、うん、スプーンを使って色水、グミパウダーにかけよう。好きな色にグミを色付けしてね。グミの色が変わったら OK。 3分待つよ。じゃあ、すぐ青と言った。私、お兄さん、僕はルイージだよ。じゃあ、ルイージ。じゃあ、まずスーパーのマリオの、無敵マリオはいろんなカラフル色でしょ。うん、ピュヨピョンピョンしないで、よし、まずこれで3分経ったらいいということで、他の色のやつをこれをちゃんとグミになりそうね。じゃあ次はノコノコ。ノコノコは体だけ黄色というイメージがあるね。あとで凍らえるから、まずいっぺんに塗っちゃいましょう。こうして、甲羅は、青色も赤色も緑色もあるから、赤色でいいか。グミみたいにできた。ちょっと味見。緑グミの味見。でも、グミのおかわりのやつはできないかもね。うん、できた。じゃあ3分待とう。待ったので、コースを作っていきます。グミをこれから取り出してる間、僕のクレーンゲーチャーゲームが始めます。最初はマイクうまく取れるかな。私もグミをこういうふうにできないけど、次はオレンジやられたやつ。おいっと、冬の固まったコインぽい。次は取れるかな。なんかぐちゃぐちゃしてる。無敵マリーノコノコ、そうだ、無敵マリオはもう少し上にして、手のブロックから上げて出てきた感じ。ノコノコを潰すって感じ。いい
これでいいか。はい、処理。あ、ここへ。ウィージー。そう、やめて。ウィージー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 を。きのこ。食べたよ。ちょっと、処理、ぴょんぴょんしないでくれる？僕の1位に持ってきます。そばから2個出たよ。このストーリーは無敵クッパ対無敵マリオ、無敵クッパ vs 無敵マリオです。どうしてかというと、無敵といえば虹色でしょ。両方虹色だから無敵クッパ対無敵マリオなんです。くっついちゃってる。まだだよ。私がまだできてますね。落ちちゃった。ちょっとわかる？クッパの尻尾にノコノコがひっついて、クッパが身動き取れなくされてるよ。クッパがノコノコに尻尾をつかまれて動けなくなって、その隙にマリオ、無敵マリオがクッパの背中を押して甲羅になって、で、倒したんじゃない？倒したというストーリーになっています。ノコノコも倒された。そうだね、だって甲羅になるもん。